赤ひげ診療誕山本周五郎とろうにかける一、病人たちの不平は知っている新出巨城は歩きながら言った病室がいた時期でござの上にやんをのべて寝ること色瀬が同じで 帯を締めず、つけひもを結ぶことなど。これは病室だけではなく、医院の部屋も同じことだが、病人たちは牢屋に入れられたようだと言っているそうだ。病人ばかりではなく、医院の多くもそんなふうに思っているらしいが、安本はどうだお前、どう思う別に、 何とも思いません。そう言ってから、のぼるは急いで付け加えた。帰って清潔でいいと思います。追将を言うな。俺は追将は嫌いだ。のぼるは黙った。我々の中で最も悪いのは畳だ。昔はあんなものは使わなかった。 水戸の三には生涯、その電柱に畳を敷かせなかったという。それは拳的な失踪と冒健を尊ぶためだと伝えられるが、そうではない。事実はそういう気取りだったにしても、住居の仕方としては極めて理にかなっていた。現に畳というものが一般に使われるようになった元禄時代まで、 2004年にわたって、いたじきの生活が続いていたことでもわかることだ。式畳というものはあったのですね。それは基人のちょうどであり、儀礼とか寝るときに使うだけで、いたじきという基本に変わりはなかったのだ。と、居匠は言った。いたじきがもし合理的でなかったとしたら、 すでに敷き畳があったのだから、もっと早く畳というものが一般化されていたにそういない。道は坂にかかっていた。7月中旬の午後3時。暦の上では秋に入ったのだが、暑さは真夏よりも厳しかった。その日は微風もなく、空は 悪意を示すかのように晴れていて、後ろから照りつける日光は、まるで手に触れることのできる個体のように、立体的な重さが感じられるようであった。登るはもちろん、薬老を背負った竹像も、着物の背中や二の腕あたりは、汗ですっかり濡れているし、額から顔、襟首などに流れ出る汗を拭くのに忙しかったが、 巨匠は全く汗をかいていない。のぼるはこのことを夏にかかる頃から気づいていた。死亡室ではないが、巨城は肩太りに肥えている。両腕や広い肩には筋肉がコブをなしており、手も大きいし指も百姓のように太い。腰だけは若者のように細く引き締まっているが、 ざっと見た目には、年老いた王子のような感じを与える。したがって、暑さも人一倍だろうと思うのだが、どんな日盛りの道でも平気で歩くし、決して汗というものをかかない。暑いなどと言わないことには驚かないが、汗を一滴もかかないということは、登るには訳がわからなかった。 先生は暑くないのですかある時、のぼるはそう聞いてみた。巨匠は喧かに、暑いさ、と答えた。それがどうしたと言わんばかりの返事なので、のぼるは汗のことまで聞く気にはならなかったのである。この国の気候は湿気が強い。畳はその湿気と人害のたまり場だ。 居城は続けていった。試しにどこの家でもいい。そして今、すすはきを済ませたばかりの畳を叩いてみろ。必ず人愛が立つだろう。わらどこと、いであんだこの敷物は、湿気と人愛を吸い、それを貯めておくのに最も都合よくできている。もちろん裕福な生活をしている者は、畳替えをしたり、 よく掃除させたりすることで、その不潔さをかなりな程度まで緩和できるが、貧しいものではそんなわけにはいかない。安本もだいぶ裏長屋などを見てきたから知っているだろうが、十年以上も敷きっぱなしで、畳み替えはしないし掃除も満足にはやらないから、真の藁床は湿気でボクボクになり、擦り切れた畳表の間から、 はらわたのようにはみ出している。そこは飲みとしらみの巣で息をするたびにわらくずや人愛を吸い込むことになる。床は低く、その下の地面はいつも湿っていて乾く暇がない。こんなところに寝起きをしていれば病気にならないのが不思議なくらいだ。これを養生所のように いたじきにすれば床下からの湿気も防げるし、ご座はたやすく日光や風に当てることができる。これだけを比較してみただけでも、どっちが合理的かということは明瞭ではないか、と居城は言った。ちょうど坂を上り切って本号一丁目の通りを右へ折れるところだった。上るは居城の説明を聞きながら、 その理論の頭皮よりも、そういうところに目をつけ、それを是と信じ、他の反対や不平に頓着せず、すぐに実行する彼の情熱と勇気に感嘆した。先生のような人こそ、養生所という特殊な施設には、うってつけの人なんだな。こう思いながら、のぼるは手ぬぐいで汗を拭いた。 その時ひょっと向こうから来る一人の若者が目についた。洗いざらしの一えに三尺を締め、藁草履を履き、片方の裾をまくってひょろひょろと来たが、すれ違いざまにドンと巨城に突き当たった。後ろにいた登るの目にも明らかにわざと突き当たったということは分かった。不意をつかれて、 居城はちょっとよろめき。すると、若者がわめいた。やい、おいぼれ、どういうつもりだ居城は相手を見、すぐに目礼していった。これはどうも、失礼した。失礼したと、若者は裾をまくっていた手で、今度は片腕をまくり上げた。やい、 この広い往来で人に突き当たって、失礼したで済むと思うのかよのぼるは我知らず前へ出ようとした。しかし、居匠はそれを静止し、今度は丁寧に頭を下げていった。見る通りの年寄りで考え事をしていたために失礼をした。誠に申し訳ないが、勘弁してもらいたい。 チェッ若者は目を三角にして、居匠を見上げ、見下ろし。だが、それ以上言いがかりをつける隙がないと見たのだろう。脇の方へ唾を吐いて行った。チェッ演技クソでもねえ。感情悪くしちゃうじゃねえか。気をつけやがれ。半丁余り歩いてから、登るがいまいましそうに行った。 ならず者ですね。ひどいやつだ。私はわざと突き当たるのを見ていましたよ。そうしたかったんだろう。と、巨匠はあっさり言った。人間は時々あんなことをやってみたいような気持ちになるものだ。若いうちにはな、俺にも覚えがあるよ。私は殴りつけてやろうかと思いました。 のぼるはそう言おうとしたが、口には出さず、拳を握ったまま、黙って歩いていた。